ピッチコと、ルイズ・ミゲル・アホンソ・フェルナンデスは、ポルトガル・ブラガンサ出身のサッカー選手、SL ・ベンフィカ所属。ポジションは MF。1999年から、GD ・ブラガンサのユースチームでキャリアをスタートさせ、2007年に SC ・ブラガに移籍した。スー・クラブを、レンタルで渡り歩いた後の2010年の冬、FC ・パス・スレ・フェレーラに、レンタル移籍し、1月16日、 FC ポルト戦でスーペルリーガデビューを果たした。2011年5月8日、ポルト戦でハットトリックを決め、2010から11シーズンで7ゴールを記録した。2011年8月30日、スペインのアトレティコ・マドリードにレンタル移籍した。この移籍には移籍金1500万ユーロでの買い取りオプションがついている。9月18日、 ラシン・サンタンデール戦において、ラダメル・ハルカオとの交代途中出場でリーガ・エスパニョラデビューを果たした。11月20日、レバンテ・ユーディー戦で移籍後初ゴールを記録した。2012から13シーズンはデポルティーボ・ラ・コルーニャに、レンタル移籍した。リーグ戦で35試合に、出場、8得点を記録したものの、デポルティーボを、西軍ダ・ディビシオン降格から救うことはできなかった。 2013年8月1日、SL ベンフィカと6年契約を結んだ。ただし、1年目に当たる2013から14シーズンは、RCD s パニョールに、レンタル遺跡の形で在籍することとなった。ポルトガル代表として、各年代で招集された。2012年11月14日のガボンとの、親善試合で A 代表デビューし、PK を決めて、代表初得点も挙げた。 ありがとうございます。